先輩たちには負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作りたかったのところを、めっちゃ私と歌いたかったんだって嬉しいね、同じ気持ちだよっていう感じ。本当にその気持ちでね、一緒にいっぱいやってきたから、そうわざわざ言いに来てくれた。ここはずこの歌詞見た瞬間サイリンだってなったって。部屋に誰かいますか？いや誰もいないんですけど、なんか今コンコンみたいな音が聞こえて怖かったんでこっち見たんですけど、何もなかったです。怖いね。多分ウォーターサーバーの水のタンクがなんかパコンってなったんだと思うこんばんは。先輩たちには負けたくないよ、絶対に。いい公演でしたね。戦友だって言ってましたね。え、マジで戦友だった。戦友という言葉があまりにも似合いすぎるメンバーだった、ハッツが。でもこれでお互い卒業したら、そのライバルという肩書きだけがなくなるから、もうベストフレンドですよ、間違いなくもうただのベストフレンドになれるという感じですね。こんばんは。昨日ちょっと話変わるんですけど、昨日12時間近くのレッスンを終えて帰ってきて寝るじゃないですか。朝さ、その生活リズムが崩れてるから戻そうと思って、早起きしようと思って、まあ、早起きって言っても早くないんだけど、まあ、今日昼過ぎの集合だったから、その昼過ぎの集合だけどちょっと早めに起きて朝のんびり過ごそうと思って9時に目覚ましをかけたの。全然起きれなかったね。10時過ぎに起きた結局10時過ぎに起きたね。なんか9時台にアラーム5つぐらいかけて、で全部止めて自らの意思で、ちょっと無理すぎると思って、で次をバッて起きた時にもうアラームそれ以降なかったの、一個も。バッて起きてやばい寝坊かもと思って集合メール見て、あー危ねー全然余裕じゃんってゆっくりコーヒー飲んでから行きました全然バッチリでした。明日もレッスンで、明後日は多分休みなんだよ、土曜日だから。土曜日に僕体を振り起こししてまた私のさ、その振り起こしタイムが始まる。僕体、いや次のポジションやっぱ覚えてないんだよな、短期記憶すぎて不安なので、ちゃんと練習します。で前回の時にさ、前回の僕隊でさ、これでこのポジションはもう最後だと思うんで記憶から消そうって言ったのに、また思い出しだわでも劇場大好きなので
全然その急遽劇場が入ることに関しては何ともないんですよ。むしろ嬉しいの。公演出ていいんすかみたいな、いいんすかって感じなんだけど、普通にセイナさんの怪我はめちゃくちゃ心配、超心配。大丈夫かな、元気ですかね。しかもいつもセイナさんが、前回もセイナさんの代わりに急遽出させてもらったんですけど、すごい申し訳なさそうな連絡をくれるの。本当にごめんねみたいな、めっちゃ謝ってくださるから、その謝らないでほしい。もう公演出れてラッキーラッキーだろうぐらいの気持ちで来てほしいね。そう、まあそんなに全然本当にあれなんで謝んないでくださいってなるから、本当にね謝られるようなねあれじゃないんですよ。マジでポジション覚えててよかったって感じ。マジでそれはそう、覚えてよかった。こんなになんか私結構ゆいりさんの生誕の時にこのポジションやって、それ以降もうやらないと思ってたの。私その一回きりだと思ってたんですよ。でまあなぜかっていうと、そのポジションにいっぱい人がいるからなんですけど、で私がメインでやってるポジションの方が人少ないから、もう出ないと思ったら、こんなね役に立てるんだったら覚えてよかったと思って、急遽出演が叶うぐらい必要とされるポジションなら本当に覚えてよかったと思って、こんばんは。嬉しい。公演回数いっぱい増えてく。前回なんかさなんかもうちょっとで200みたいな、いくつって言ってたっけな。次の僕対2公演で何回になるんだろう。ちょっと自分がさ何回出たかさ、いつも覚えられない。いつもその度忘れちゃうんだよな。こんばんは。でも今日ゆいりさんとさきさんとさ、割と待ってる間結構喋っててさ、ずっと超楽しかった。サッキーさんとユイさんとゆっくり話すのマジで鬼久しぶりかも。僕対195、196、それ200いけるかな。ちょっとどうなんだろう、私って どうなんだろう。公演のスケジュールまだ出てないんだよな全然。ちょっと僕のスケジュールを開け、いけたらいいね。あと4回かで卒業、197か、じゃあ89、ん？じゃああと3回ってこと？で卒業公演を抜いたらあと2回何かの公演に出ればいいってこと？頼む、マネージャーさんに言っとこうかな、ちょっと多めに入れてってお願いって。ちょっとマネージャーさんに今度チラッと喋っとこう。いけるかな。祈ろ、マネージャーさんにこそっと言っとこう、お願いお願いって、お願い。こんばんは。本当に公演好きなんだな。好きじゃなかったら何ポジも覚えられないよタメさんタコありがとう。好きだからさ、全然なんかその覚えるときはうわ大変だってなるけど、なんか話を受けたときはすげえワクワクする。ニッコニコでやってるもんね。この前あねちゃんが A 公演、あねちゃんとななしちゃんが A 公演をちょっと見に来てくれたんですけど、なんか私がもう本当に心の底からの笑顔をしててすごい良かったよって褒めてくれたそう、本当に心の底からの笑顔っていうのがめちゃくちゃ伝わってきたみたいな。一番いい笑顔してたよってすごい褒めてくれたでも私はさ楽しいから笑ってるだけであってさ、
笑顔を作んなきゃみたいな、笑顔でいなきゃみたいなの一切思ってないわけ。だから逆にその笑顔じゃない状態で公園に出ることが不可能な可能性ある。そのなんかそのかっこつける曲というか大人な曲はその曲としての表現 だからできるけど、その公演自体を通してその笑顔を抑えること多分無理だな。だって楽しくて笑っちゃうんだもん , 笑っちまう。ほら楽しくて笑っちまうだよ。一番むずいポジ、まあでも後から覚えたポジションは基本難しいけどね。前一番最初に覚えたポジションが邪魔してくるからね、脳みそ。こんばんは。今日こんな可愛くしてもらったのに髪の毛ほどくのもったいない。2曲しか出てない。でもね、先ね、そのいつもあのあれしてくれてる、好意にしてくれてるメイクさんが、仲良しのメイクさんがいるんですけど、なんか2人、いやもっといるな。結構さ、メイクさんとメイクしてもらいながら喋るタイプなんで、結構よくおしゃべりする メイクさんいっぱいいるんですけど、今日いたメイクさんがね、そのうちの1人ですごい仲良くしてる方で、なんかその私の卒業公演に行きたいってなんかこう取り合いしてるみたいな話をしてくださってて、めちゃくちゃ嬉しかった。そんな大した人間じゃないですよって。いや私の方が仲いいから私が行くみたいな、そう取り合いの会話してくれしてるんだよって話を今日聞いて嬉しかった。え、なんか私割と、なんだろう、それこそハッツも今日言ってたけど、さえもネガティブなところあるんで、あれです、ネガティブだからかもしれないんですけど、メイクさんとか衣装さんとかその他の劇場スタッフさんとかにあんま好かれてないと思ってたんですよ、結構最近まで。でも最近、ん？そうじゃない可能性あるかもみたいな、最近気づいた。嫌われてないかもしれんなみたいな。ちょっとね、元気出ました。あ、嫌われてない可能性あるぞ。でも嬉しい、なんか真面目にやってきてよかったなって思う。そうやって中の人というかさが評価してくれてると、頑張ってきてよかったって。割とその何、みんなに対して同じ接し方するのよ。だから劇場公演のステージ上での対応と楽屋での対応が全く一緒なの私。わかります？ステージでは元気に明るいけど、楽屋だとなんか陰気臭いとかないの。マジであのテンションのままさ楽屋にいるんだけど、なんかそういうのもこうなし、そうしてんのかなって感じ。え、ずっとニッコニコ基本。そうなんですよ。まあ、 あ今日のポジション本当にやばいんですけどみたいな時はあるけどね。ちょっと今日やばいかもしれなくて、みたいな時は全然ある。そういうあります。そういう時は多分ニコニコしてない、なんか切羽詰まった顔してると思うわ。ちょっと本当にやばくてみたいな。
まあ、それも全部表に出すからさ、表に出すからなんか愛想悪いんじゃなくて、あなんか緊張してるんだなってのが多分周りに伝わってるから、その明るくなくても許されてる。こんばんは。そんな感じでね、だから劇場立つのも好きだし、劇場でスタッフさんに会うのも好き。全部劇場に関することまるっと好き。こんばんは。今日も眠いな。今日はすぐ寝つけそう。お腹すいた、ご飯作って。やだ、さやが今お腹すいてて、かつダイエット中じゃなかったとしたら何食べてるかな。今から食べるなら卵かけご飯だろうな。ちょっと料理するのはめんどくさい時間ですよね、そろそろね。明日は早起きじゃないの。明日でも夜遅くに終わるから、そうなの。逆にね、遅めです。まあでも全然夜配信できる時間には終わるんで、帰ってからやるかな、きっと。どうだろう、ちょっとわかんないです。変な時間にやつでも怒んないでください。こんばんは。ゆっくり寝れるけど、でも本当にマジでそろそろ生活リズムを戻したいので、明日は一旦ちょっとだけちゃんと朝の時間、朝と呼べる時間、まだ9時ぐらいだよね、遅くもには起きて、そのちゃんとした昼間を過ごしたい。ケンケンさん、ギフトありがとう。でもさ、今日ご飯いっぱい食べちゃった。まあ今日はねチートデーってことで許されるでしょう、きっと。今日暇な時間が多すぎていっぱいご飯食べちゃった。こんばんは。でも明日は夜からだから、昼間は多分食べなくても、あんまその量食べなくてもメンタル的に余裕だから。家にいるとね、ご飯食べなくて済むんですよ私。外に出ちゃうとね、お腹空いちゃうからね、食べちゃうんだよ。だから明日で帳尻合わせるぜ、ベイベーベイベー。いやでも今日は本当にユイリーさんといっぱい喋れた、本当にいい日だったな。今日はすごいいい日だった。ユイリーさんといっぱい語り合った。語り合うというほどのことは喋ってないかもしれないけど、あと多分今日ユイリーさんに好きって多分15回ぐらい言った気がする。言いすぎてユイリーさんが信じてくれない、なんか本当に好きですっていうこと。私が卒業してユイリーさんと定期的にステージとかで会えなくなることが本当に辛いですって話をして、好きですね、今までも好きでしたし、これからも好きですね。いや今日可愛かったんだよな。いやいつも可愛いんだけど、会うたびに可愛いって発見させてくれるんですけど、今日も可愛かったんですよ。本当に可愛かった。意味が分かりません。なんかさ、ちょっとみんなこの感情になったことある？可愛すぎたりとか、その何？可愛すぎて、いやもうふざけてるでしょって思うときない？その感情の行き場を失って、なんかさ写真とか見てて、ふざけてない？
可愛すぎるみたいな。そう、最近それ良くなってる、やられてるわ。家で一人で言ってる。え、ふざけてるでしょ、可愛すぎるって一人でやってるんですけど、やっぱみんなそう思うよね、推しに対して。よかった、私だけじゃないわ。そうだよね、なんか逆ギレみたいになるよね、存在が良すぎて逆ギレする時あるよね。わかる、やっぱそうだよね、みんなそうか。よかった、やっぱ推しという存在は逆ギレさせてくるんだよな。やはりね、目の中入れたくなる。それはそうやな、 目に入れても痛くないもんな、絶対推しに関しては。独占したい気持ちになる？独占したい気持ちはないかも。でも全人類に村山優里さんの可愛さを知らしめたい、見てほしい。もっとその魅力をみんな全人類に知ってほしい。70億80億人の人に村山優里さんを知ってほしいね。可愛いんです。なんか私結構不協和なんで、その好きになったらみんなに見せたいの。え、これめっちゃ可愛くないですかとか、これめっちゃ良くないですかみたいな、超面白いんですとか、全て布教したいの。今ハマっているものとか好きなものとか。そうだからね、結構何でもこうみんなに見せたい。そう、全然だって全然 AKB のこと知らない友達とかに、これが今私の一番尊敬している先輩で一番可愛いと思ってんだけどって見せるし。わかる。そしていっぱいお話し会に引きずる。そうだよね、みんな連行されてきてるもんね。ありがとうございます。みんな笑顔で帰ってくれるから嬉しいね。さり何でも教えてくれるもんな、何でも言いたくなっちゃうの。そうなの、私自分が思ってることとか、自分が今自分を構成してくれてる今ハマってるものとか全部言いたくなっちゃうの。だからさやのショールーム見てたらマジでさやが最近何やってるか全部わかると思う。何でも言っちゃうから。ハイキューの第2期見始めたしね。今まで好きと可愛いたくさん言ったけど、さらに届いてるよ。マジでみんなのラブコールは全部届いてます。嬉しい嬉しい嬉しいな。てかお話し会があるっていう強さ、来週ね。そうなの、またみんなからいろいろ聞けちゃうじゃない。ビッグラブ届いてますよ、間違いなく。うう、そんな感じでですね、終わりの時間が近づいてるんですよ。ちょっとさ、今日家着いてすぐ始めたんだよ。ってことは今日帰りめっちゃ遅ない？今日帰りめっちゃ遅かったんよね、実は。いつもさ、公演終わり、いつもの公演終わりより1時間半ぐらい遅く着いたんだけど、長かった。なんか帰宅がいつもより長く感じたわ。ほんとさっき帰ってきたんです。なんでちょっと遅くなっちゃったんですけど、みんなお付き合いありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。ランキング13位、ヤスさんありがとうございます。12位、ミンチヤさんありがとうございます。11位、ロックムーンさんありがとうございます。10位、クジコウくんありがとうございます。9位、ワサピさんありがとうございます。8位、バイコゾウさんありがとうございます。7位、ヒラリンさんありがとうございます。6位、ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位、オカズさんありがとうございます。4位、スノーさんありがとうございます。3位、シン・ケンソリセブンさんありがとうございます。2位、トメさんありがとうございます。1位はケンケンさん。ありがとうございました。みんな、おやすみみゼミ。また明日。